今行っているのが地理調図といいまして、武器を隠し持っていないという、それを、見せるために行います。で、手を返したときに、それが、相手に対しての挨拶、一つというふうになっております。続きまして、四股です。こちらもただ足を上げるのではなく、きちんと重心を軸足に移動して軸足を伸ばすという、そういった基本的な、トレーニング、そういった動作になります。普段は8回こういった形で打ち上げます。今行っている腰割りというのは、しっかり腰を落とさなければ土俵際で相手に投げられてしまう、逆転してされてしまうので、こちらも、相撲の基本動作になります。続きまして、すり足を行います。すり足、相撲においてのすり足は、やはりかかとから足を出すということと、親指にしっかり力を入れる、そういったことを意識して行います。こちらが行わなければ、先ほどお話ししたように引かれた時に足がかかとを開けていなければ引かれた時に落ちてしまったり、投げを、食らってしまったりと、そういったことが来てしまう基本的な動作なので、こちらがしっかりしてなければ、足の親指を出したり、簡単に引かれて落ちてしまったりしてしまいます。左右に左を返して右を返してというふうに行っていますが、こちらは四つといって、右を指したときには右に回って、左に指したときは左に回ると、そういった動作になります。続きまして、一教師という、稽古になります。こちらは、一人が、胸を出して、もう一人が、当たるという、そういう練習です。こちらを、続けて行うことで、当たりを鋭くしたり、今までのすり足、そういった基本動作を行いながら練習をしていきます。
じゃあ、ありがとうございました。続きまして、取り組みの方を行いたいと思います。ただいまの技は、下手投げになります。西方選手の勝ちになります。ありがとうございました。今のは、突き出しという技になります。今のが突き出しという技になります。相手を完全に突ってしまったときは、今のように土俵の外に足を出しても突き上げた選手の勝ちになります。ありがとうございました。それでは最後に、相撲の稽古の締めで行うぶつかり稽古を行って終わりにしたいと思います。普段はこちらも、何番も相撲を取った後でヘトヘトに疲れた状態で行うので、非常に疲れるんですが、この稽古を行うことによって、立ち合いの厳しさ、疲れた時にもしっかり力を出せる、そういった、稽古になります。このように、何回も繰り返して、行います。以上です。モードの紹介を終わります。